はい、皆さんこんにちは、しもりです。はい、ということで本日の動画なんですけれども、サムネタイトル見てもらったら皆さん分かってると思いますけれども、帯第5弾でゲットいたしましたこちらの選手、純正オーダーで早速使っていきたいと思います。広沢克己選手リアタイで使ってみたはい、ということで今回ですね、こちらに表示されております広沢選手の超2なんですけれども、育成完了しました。今回リアタイ使っていきたいと思います。選手見ていきましょう。弾道アーチスミート 80%76 走力61ミート型の選手となっております。守備適正ですね。一応メインはファースト C 適正なんですけども、ライトも C 適正、そしてセンターレフト D 適正、そしてサードはですね E 適正なんですけど、特殊を決めたら D 適正まで上がりますということで、守備もかなりユーティリティがあって強い選手となっております。さらにですね、なんといっても特殊能力、超広角打法アーチスト界チャンスということで、鬼強の特殊能力持っております。こちらはですね、まあ、超広角アーティストと広角アーティストの違い的には、個人的にはですね、超広角打法の方が逆方向も飛ぶんじゃないかなと思っております。一応表記的にはですね、変わりないんですけども、裏補正で違うんじゃないかというくらいですね、超広角打法が打ちやすいので、今回ですね、広角アーティスト最強打者広沢選手ですね、まあ、特殊能力的にはチャンス持ってるので、まあ、3番4番とかに置きたいところなんですけども、まあ、今回1番ファーストで、今回ですね、とりあえずヤクルト純正オーダー使っていきたいと思います。ということで広沢選手の強さ、当たった方ぜひとも使ってみてください。ということでいきましょう、リアタイトと。はい、ということでよろしくお願いいたします。1試合目のをやっていきたいと思います。今回高校でございます。相手の方4割台の方ということで、まあ、とりあえずこちらの先発ピッチャー小川投手ということで、まあ、ヤクルト純正オーダー的にはかなりですエース級のピッチャーになりますので、しっかりね、まあ、抑えられたら最初失点に抑えてですね、まあ、打たれるのはしょうがないんで抑えていきたいと思います。で、今回のオーダーですね、一応今ね画像出てると思うんですけども、ファーストにですね、まあ、広沢選手入れておりまして、ショートは池山選手に今回行きたいと思います。で、ベンチ枠にですね、WBC バージョンの岩村選手、青木選手を入れてですね、まあ、こんな感じのオーダーで今回やっていきたいと思います。まあ、早速ホームラン打たれましたけれども、まあまあまあ、ヤクルト純正オーダー先発投手陣正直そんな強くないので、まあ、抑えられるところだけしっかり抑えてホームランはしょうがないという感じで、まあ、こんな感じで抑えていきたいと思います。相手かなりね、オーダー揃ってますね。相手ベストナインの柳田選手極みでね持ってるということで、ちょっと怖さしかないんですけども、正直怖さしかないんですけども、まあ頑張って抑えてきてます。いきましょう。ここはベストピッチ、まあ、東京やはりベストピッチが大事ということで、まあ、純正は特にですね、えぐい、それはえぐい。はい、ということでバッティングいきたいと思います。相手先発ピッチャーバウアー投手ということで、一番広さ超広角だ、これだけでも強いところ。いきます、通信もするとあとパーカーもね、集中インコースあります。広角なんで外角もしっかり流したら勝ち飛ぶので、ホームランぶち込んでいきたいと思います。広沢の強さ、はい、見えてます。このカットボールとスライダーが普通に強い。はい、ナイスバッティング。まあ、ホームランではないけど、やはりめちゃくちゃ打ちやすい、やはり広角打法、そしてアーチスの打ちやすさはレベチでございます。2番ドミンゴさんとの勝ちます。いいよ、得の出てないけど、こちらも超高額打法持ってるドミンゴ・サンタナ選手ということで、やばい、ゲッツーやめて、危ねえ、ゲッツーだけは怖すぎる。3番、村上宗隆、高額打法、まあ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 、バウアー投手は打ちます、頑張ってというそんな得意じゃないけど、までいきたいですよ、ね、ボール、あ、ボールだけども、あ、パワー高い、ヒット止めたぞ。はい、ということで、4番回ってきました、池山 TFTS のアーティストはいけば、 OB のアーティストは広沢という感じで、アーティストコンビの強さ見せていきたいと思います。広沢選手の2打席目を回して頑張って、はい、超えるでしょう、これ、はい、飛んでいく、これがアーティスト、はい、ナイスパス、やはり U、 はい、ボールでした。ゲッツーではないので OK、 まあゲッツーではないので、はい、ナイスボール、オッケー、ゲッツゲッツゲッツ、さすがのバーネット、同点 OK、 全然、はい、ナイスイッチ、ということで、さすが OB バーネットということで、2試合目の方しっかり広沢選手ホームラン打ちます。
はい、ということでよろしくお願いいたします。2試合目のやっていきたいと思います。今回も高校でございます。ということで先発ピッチャー石川投手ということで、こちら TS バージョンですけれども、まあ通常のですね石川投手も洗濯機が来て私ゲットしましたので、そちらもですね今育成中でございますので、育成完了したらしっかり使ってみた動画出していきたいと思います。ということで抑えていきたいと思います。投球ちょっと飛ばしてると思います。よろしくお願いします。はい、ということでバッティングの方行きたいと思います。相手の先発ピッチャー山本由伸投手ということで、1番広沢広角田の、あ、いよいよアーチストだけでもホームランぶち込みます。ツーシームストレートインコース思いっきり引っ張ります。あ、まあまあそういう時もある、そういう時もあります。まあカーソルはドンピシャ、それにしてもスムーズ。ボールダメやねんけ、お前何やっとんねんお前、おいアホやねんけお前、おい、いやボール、これもボール、うおー、今のセカンドブッドだった。ごちゃごちゃしすぎやって今のは。バッバッバッ。はい、ということでまさかの0対0特別延長来てしまいましたので、1回から木澤投手投げておりますけれども、この回もしっかりと抑えて、広沢選手これ回ってくる可能性めちゃくちゃ高いんですけれども、まあ回ってきたら回ってきたでホームラン勝ち込んで試合勝っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。いきます。はい、ですもう、はい、ということでこの回ですね、2人わざとアウトになって広沢選手に回していきたいと思います。よろしくお願いします。バント、オッケーオッケー、決まったバントということで、これは決まりました。ここで古田選手ちょっとね、見逃し三振決めたいと思います。オッケーということで回ってきました広沢選手、ここ広角圧チャンス出てほしかったけど、いきます、かましますこう一発、最後に花火を打ち上げ、通しましょう。いや、あい見えてる、いくよインコース、まじストレートとしても来た瞬間勝ち込んでますっていただきます。すいません、みたいな、いらんいらんいらん、フォアボールだけはマジでいらんよ、フォアボールはとりあえずいらんよ。ハリューハリューハリュー、集中。3球目は何、いや、ボールダメやないか、お前何やっとんの、マジで。はい、しかも負け。はい、ということでよろしくお願いします。3試合目のやっていきたいと思います。ここからちょバッティングのみをお届けしていきたいと思います。相手先発ピッチャー今永投手ということで、得の出てませんけれども、これでも勝ち込みたいと思います。全然打ててないんで、今、広沢選手で、通しましょう。はい、いらいらいら、全然打ててないんで、マジで、しっかりかましていきたいと思います。とんでもねえマジで。はい、まあまあドンマイということでいきましょう。続いて2打席目回ってきます広沢選手ということで、主軸は球種をしっかり取れてきて、ツーシームあります、ツーシーム張るよ、いや、あ、いいよ、ツーシーム来た瞬間かまします、火の玉一旦捨てます、集中します、最後にかまして終わる、あれで勢いがつきま、シェイ、これ超えるでしょう、決めさせていただきました。やはり広沢はめちゃくちゃ強いということで、まあ、あと数打席お見せしたいと思います。はい、ということで続いての試合いきたいと思います。相手の先発ピッチャーダルビッシュ有投手ということで、1年前のダルテルでございます。はい、アーチストホームラン打ってしっかり広沢選手、まあ、強さ見せれたと思うんですけれども、もっと強さを見せてこの動画しっかり締めていきたいなと思います。ダルビッシュ攻略させていただきマウス通しましょう。いや、あい見えてる、やはりね、アーチストの打ち出すはとんでもないですね、マジで。さっきのホームラン、えぐ、あい見えてる、ここストライクから来たら、勝ち込ませていただき、外角でもしっかり流してもらいます。さあ、4球目は何か、オッケー、はい、これが広沢、この打ちやすさが広沢でございます。まあ、もう1打席お届けしていきたいなと思います。はい、ということでよろしくお願いいたします。こちらの試合できたら最後にしていきたいと思います。 VS 楽天純正ということで、相手先発ピッチャー岸投手でございます。はい、得の出ないけども、ストレートカーブチェンジアップスライダーだと思うので、しっかりストレート当てていきたいと思います。外角もしっかりと流す集中、おいおい、このカーブね、このカーブしっかりといきたいと思います。集中、このね、スライダーね、いよいよ全然追い込まれても OK です。
ここから野球はストレートツーシーム、ツーシームないよ、ボール。よし、ということで広沢選手回ってきました。これをできれば最後にしたアーチストチャンス、集中、通信、ホームラン打ったら強制コール、通信ステージタイピン出てないよ、いやいやいや出てないよね、オッケー、タイピン出てない、集中、ここオッケーオッケー、スリーボールツーストライク、フォアボールマジいらん、フォアボールだけはマジでいらない。ここでピッチャー交代、滝中投手、全然球種分からないけどアーチストチャンス、オッケー、いろんな球種系ね、集中、ストレート、ツーシーム、ストレート、ストレートシンキングファーストみたいなフォークもあったんで、全球種対応でストレートあります、とりあえず、集中、さあ、まず1球目、オッケー、フェアーということで、こちらが広沢選手の強さでございます。外角もクソ飛びますし、ホームランも余裕で打てますということで、まあ、ヤクルト純正じゃなくてもいい、皆さん。使ってみてはいかがでしょうかという感じで、こんな感じでサンタナ選手でホームラン打って終わりたいと思います。集中、まずはした1塁アウトで3アウトチェンジです。